びっくりしたんだけども、キャンディーズ、ちょっと見て、あ、横だった。キャンディーズがね、引退声明をした。それびっくりしちゃった、僕もびっくりしましたけど ね、もうファンの方もね、驚いてると思いますけど、なんか昨日ですか、日比谷野外音楽堂、ね、この写真ありますからね。6000人のファンを詰めてね。はい。ね、はい、この最後のアンコールでもってね、3人がそんな話、いいの、下向かなくても上向いてらっしゃる。詳しいことはね、後でゆっくりね、後でゆっくりとね、はい、伺うことにいたしましょう。はい、それで今日はですね、一部出演者の変更がありましたことをお詫び申し上げます。そうですね、申し訳ありません、はい、とにかく張り切ってね、参りましょう。ではスタジオ、はい、キャンディーズ、ようこそ。びっくりしました、私、本当に、すいません。そうやっぱりすいません、あまり相談する暇もなかったということですけども、うん、とにかくその3時にメイツでもって、はい、松下さんをと一緒に記者会見をされたということでね、はい、その VTR を見せていただくわけなんだけれども、うん、なんかすまないという気持ちばっかり、今はほっとしたとか、少しスタートしました、うん、まあ、たくさんのファンの方がいらっしゃいましたからね。はい、見てみましょう。どうぞ。ありがとうございました。キャンディーズの件について、報告いたすべくご連絡申し上げたいと思います。実は、昨日、日比谷の音楽堂でのコンサートで、キャンディーズが、6月の24日、頃に、ご本人たちが見えまして、9月いっぱいで、仕事を辞めて引退をしたいという申し入れを、が来たわけです。その話の、結論といいますか、9月いっぱい日曜、引退をするということに関しては、基本的に、私の方も一応了承しております。キャンディーズを代表しまして、ランちゃんから一言お話をしてもらいます。まず昨日の日比谷野音での私たちのコンサートで、本当は楽しく終わらなくちゃいけなかったはずのステージで、私たちが最後に発言してしまって、でも私たちは本当に心からね、足をかいて一生懸命応援してくれているファンの人たちの姿を見ていたら、もう嘘をついていることがとっても辛くなって、隠しきれなくなって、私たちの気持ちを言ってしまいました。本当に今まで声援してくれた方やスタッフの皆さんとか、いろいろな方に混乱をきたしてご迷惑をかけたこと、お詫びします。まあ、昨日はね、その日比谷の野外音楽堂ですか、6000人のお客様が集まったんですけどね、まあ、こうやって6000人だけじゃなくてね、キャンディーズの前全国の皆さんにね、愛されてるわけでしょう、うん、ね、皆さんびっくりしたと思うんですけどね、うん、今の流れたものは引退、うん、まあ、おとといの野外音楽堂に関することの、まあ、記者会見ということで、うん、正式な引退表明というふうにね、取れるかどうかということなんだけれども、うん、びっくりしたわね。僕もびっくりしましたよ、うんうん、今日こっちに来て初めて知ったんですけど、例えばね、仲が悪かったんじゃないかとかね、いろんな話も出るわけ、うん、でね、やっぱり私思うんだけど、たくさんの方にお世話になったことは事実だし、みんなを楽しませたことも事実だからね、やっぱりきちんとしなきゃね、いけない、みんなもすっきりしないし、あなたたちもね、若いんだからね、うん、もう3年間素晴らしい思い出で終わるんだったら優秀の美ってこともあると思うわね、うん、私のアイデアなんだけどね、私若くてね、もったいない今引退しちゃうの、うん、と思います。そうね、もっともっと ね、なんか違う意味でね、これで一つ心の区切りをつけておいてね、なんかもう一つステップアップできるんじゃないかなって、うん、私なんかはそんなふうに思っちゃうんだけど、ファンの一人としてね、うんうん、みんながもっと普通にしたい、もっとできないことをやっていきたいという焦りはあったかもしれないけど、いずれにせよ一回考えてさ、うん、とにかくね、3人はね、とっても仲がいいわけですよね、うん、だからその喧嘩してなんとかっていうことじゃなくてね、違うわけ、うん、うんうん、やっぱりね、うん、
これからは第二のね青春として、うん、今度は一人ずつ新しく出発したいということで、うん、私たちデビューした時からもう3年間は、うん、あのとにかく全てを忘れてねキャンディーズっていうものにかけてみようと思って、うんうんうん、その第一段階が終わった時点で、はい、次を考えたいということなのね。またなるほど、本当にいろんな人にねご心配かけてすいませんでした、うんうん、そうね、まあ、あの9月までまだいろんな話し合いのチャンスも残るし、とにかくあの感情的にならずに、はいはい、ね、とにかくね、素晴らしいセッション、ファンの皆さんはね、やっぱり一日でも長くね、やっぱキャンディーズ頑張ってね、やってもらいたいと思うんですね。それでね、いろんな裏に、後ろにね、いっぱい先輩がいるわけ。そんな時代を超えてきた人たちが、もう布施さんなんて見てください、もう超えすぎちゃったって、ね、もう超えすぎちゃったって、そういう意味で歩きすぎてね、足まで短くなってだからね、いろいろ相談しなさいよ、またね、うん、はい、ということなんですけれど、まあ、ともかく、初中お見舞い申し上げます、はい、ね、元気に一つ、はい、ね、私たちも応援するし、はい、頑張って歌って、はい、ね、はい。